少女は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェールメールが1665年から1667年頃に描いた絵画。キャンバスに、油彩で描かれた作品で、ニューヨークのメトロポリタン美術館が所蔵している。少女は、作品の大きさ、雰囲気、構成の類似から、真珠の耳飾りの少女と関連がある、あるいは体になる作品ではないかと考えられている。 どちらの作品の少女も真珠の耳飾りをつけ、肩にはスカーフのような衣類を羽織り、背景は黒一色に塗りつぶされている。さらに、どちらもカメラオブスクラという光学装置を利用して制作された作品である。真珠の耳飾りの少女、少女に描かれている少女の顔は幅広、平らかで小さな鼻と薄い唇を持ち、素朴な微笑みを浮かべている。 理想化された美を表現していない。この作品は注文の牛からの依頼によって描かれたとされ、少女のモデルはフェルメールの娘である可能性が指摘されている。フェルメールは人物像を描くときには実在のモデルを使うことが多かった。ただし、真珠の耳飾りの少女に見られるように、単なる肖像画ではなく、目立つ衣服、魅力的な表情、内面描写、さらには、 画家の技術力を表すために17世紀のオランダ絵画でよく用いられたオランダ語で要望、印象を意味するトロニエという技法で人物像を描いている。多くのフェルメールの絵画と同様に描かれている少女の思考、感性、性格などへ、鑑賞者の興味をかき立てる作品となっている。真珠の耳飾りの少女と少女には、 他の作品に見られる意味ありげな背景は描かれておらず、漆黒一色の背景に少女が浮かび上がる構成となっている。この背景は少女の責着さを強調し、少女がフェルメールに対して深い信頼感を抱いていることを強調する効果をもたらしている。1994年に美術史家エドワード・スノーは少女のことを完璧な美ではなく欠点を含めて、 愛情細やかに描き出した作品であるとしている。少女は1674年までフェルメール最大のパトロンだった。その後、マーリアの死後には娘のマグダーレナが1682年まで、マグダーレナの死後は夫ヤコブ・ディシウスが1695年まで所有していた。そしてディシウスの死後、1696年5月16日に、 開催されたリシウスの遺産競売で売却されたと考えられている。さらに、少女はルヒトマンスという人物が所有していたとされ、1816年4月20日から22日にロッテルダムで開催された競売で、目録番号92番の絵画としてサンギルダーで売却された。これは、当時の絵画作品についた値段としても、かなり低い価格である。 1829年にドイツベルギーの貴族アーレンベルク公家の講子アウグステ・マリー・ライモンド・ダーレンベルクが購入し、1833年から1950年代初めまで一族の世襲財産としてブリュッセルあるいはマッペンに所蔵されていた。1959年にアーレンベルク家からニューヨークの美術品収集家でメトロポリタン美術館のパトロンでもあった。 チャールズ・ライツマンとジェイン・ライツマン夫妻におよそ40万ドルで売却された。1979年にライツマン夫妻がメトロポリタン美術館のヨーロッパ絵画部門の学芸員テオドール・ルソー追悼の一環として少女をメトロポリタン美術館に寄贈した。ありがとうございます。